い、どうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ハイスポーツ社7月発売のストーム世界発売トレンド2とトレンドシリーズ前作のトレンド SE、 この2つのボールを比較していきたいと思います。まずスペックの紹介なんですけど、トレンド2コアはですね、ピストン LD コアとなっております。RG が 2.54、 デルタ RG が 0.041 となっております。そしてトレンド SE はコアはですね、ピストンコアとなっております。 RG が 2.52、 デルタ RG が 0.049 と、まあ、実はですね、同じピストンコアなんですけど、このトレンド2少しコアが改良されまして、ピストン LD コアとなりまして、 RG、デルタ RGともに数値変更されまして、少しですね、手前が走るようになって、コントロール性の高いコアとなっております。そしてカバーストックはトレンド2は NRG ハイブリッドリアクティブ、そしてトレンド SE は NEX パールリアクティブとなっております。まずですね、パールとハイブリッドの差がございます。そして NRG と NEX と差がございますので、まあ、スペック表では NEX の方が強いカバーストックとなっております。そして表面仕上げはどちらも1500万グリッドポリッシュのポリッシュ仕上げとなっております。まあ、それでは早速ですね、どのような動きになるのか投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですね、ハイスポーツ社7月発売のストーム世界発売トレンド2と前作のトレンド SE、 この2つのボールを比較していきたいと思います。まずはトレンド2から投球していきたいと思います。わー、まあ、今回のトレンド2はですね、転がりがいいのと、やっぱりカバーストックが NRG ハイブリッドになったことによってバックエンドの動きがかなり強くなりましたね。はい、もう一度トレンド2で投球してみたいと思います。今回はですね、コアがピストンコアからピストン LD コアにコアが少し改良されまして、数値的には少し走るようになって扱いやすいようなコアとなっております。あー、いいですね。やっぱりトレンドというと結構走りの強いイメージなんですけど、今回カバーストックがですね、強くなっているので、非常に多くの動きが強いですね。いやー、ピンアクションがやっぱりいいですね。あと転がりがね、やっぱり良くなったような感じがしますね。通知的にはですね、少し手前が走るようになっているはずなんですけど、今までのトレンドよりも手前からキャッチしているような、手前から転がりがいいような感じがしますね。いいですね。ちょっとね、今までのトレンドよりも幅を取りやすくなったような気がしますね。はい、今度はトレンド SE で投球してみたいと思います。カバーストックはですね、NEX パールということで、ストームで一番強い素材の NEX のパールとなっております。さあ、同じラインで投球してみたいと思います。おー、でもやっぱそうですね、トレンド SE の方がやっぱりね、手前の走りがよく感じますね。奥の動きはですね、トレンド SE の方がこうちょっと切れるように感じるんですけど、やっぱスキッド感はですね、数値的に見ると逆なんですけど、トレンド SE の方がやっぱ走るように感じますね。はい、もう一度トレンド SE で投球してみたいと思います。やっぱりパールの分ですね、こう走って切れる感じはあるんですけど、カバーストックもですね、本当は NEX の方が NRG より強いんですけど、走るように感じてますね。おー、でもやっぱそうですね、やっぱトレンド2の方がやっぱこう同じポリッシュ仕上げなんですけど、キャッチしながら奥まで行ってるような感じがしますね。やっぱりそうですね、トレンド2を投げた最初の印象もですね、やっぱ今までのトレンドよりもかなりキャッチが強いなという印象だったんですけど、やっぱりこうやって投げ比べると、トレンド2よりもやっぱミッドエリア途中での
ぱキャッチが強いですよね。やっぱりそうですね、こうトレンド SE の方がやっぱ手前が走ってこう奥で切れるように、そういう風に動いているように感じますね。はい、もう一度トレンド2に戻して投球してみたいと思います。さあ同じラインで投球してみたいと思います。やっぱりそうですね、全然違いますね。トレンド2の方がコアの数値的には弱くなってるはずなんですけど、やっぱね、奥のね動き方がやっぱ全然違いますね。はい、今度はスピードを上げてあまり曲げず投球してみたいと思います。さあトレンド2から、いいですね。やっぱ外から投げても表面はポリッシュ仕上げなので手前が走ってくれるんですよね。ただやっぱこうミッドエリア途中からですね、しっかりとこうグリップして曲がってきてくれるのが分かりますね。はい、今度はトレンド SE で、外のアングルスピードを上げてあんまり曲げず投球してみたいと思います。でもやっぱそうですね、こうトレンド2に比べるとやっぱトレンド SE の方がやっぱ手前の走り、奥までの走りがやっぱ全然違いますね。はい、今度はスピード落として幅を取って投球してみたいと思います。まずはトレンド2から投球してみたいと思います。いいですね。やっぱね、こう奥の動きがかなり強くなってるんですよね。今までのトレンドのイメージはやっぱもっとね、こう手前が走ってやっぱ後半用のイメージだったんですけど、今回のトレンド2はですね、やっぱカバーストックが強くなってますので、バックエンドのね、こう動き方、途中でのキャッチ感が非常にいいですね。はい、今度はトレンド SE で同じように投球してみたいと思います。でもやっぱそうですね、カバーストックもコアもですね、トレンド SE の方が強いはずなんですけど、まあ、おそらくですね、こうマッチングだとは思うんですけど、トレンド2の方がですね、こう動きが出てるように感じますね。いや、やっぱりこうやって投げ比べると動きの差が結構出ますね。それではもう一度スピード落として幅を取ったラインをトレンド2で投球してみたいと思います。こうやって投げ比べるとやっぱ全然動きの差が出ますね。それではですね、今度はローアングルから投球していきたいと思います。はい、ということでご覧いただきましてありがとうございました。
今日はですね、ハイスポーツ社7月発売のストームの世界発売のトレンド2と前作のトレンド SE の比較だったんですけど、まあ、投げた感想としてはですね、まあ、スペック的にはトレンド2とトレンド SE、まあ、コアもカバーストックもトレンド SE の方が強いボールなんですね。なんですけど投げた感じではですね、トレンド2の方が途中でしっかりとキャッチして曲がりの大きいボールに感じました。まあ、個人的な感想なんですけど、まあ、カバーストックのですね NEX と NRG はですね、スペック表的には NEX の方が強いカバーストックなんですけど、まあ、個人的にはですね NRG の方が途中でしっかりとグリップするように感じました。まあ、なのでその分ですねトレンド2の方が途中でキャッチして曲がりの大きいボールだったのかなと思います。まあ、ぜひですね皆様も最新作のトレンド2投球してみてください。はい、本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。